こんばんは、農協ハブストーリーのお時間ですよ。ハブピース、よろしくお願いします。お願いします。いや、沖縄のおじいちゃんおばあちゃんの名前って面白いじゃないですか。ああそうね、昔の名前、特におばあちゃんとかだと、はい、牛とか亀とか、はいはい、かまどとかよく聞くじゃないですか。昔の名前聞く。この間10個上の石垣島の先輩と飲んだんですけど、はい、その先輩のおばあちゃんの名前が、はい、ちょっと僕初めて聞いたんですけど、何カニメガっていうんですよ。カニメガすごくないですか。私のおばあちゃんの名前は苗です。苗、はい、ちょっと待って待って、入ってき方、芸人の入ってき方。はい、ギブユーコと言います。ギブユーコさん、よろしくお願いします。ギブさんだ。中学校はどこ中ですか。与那原中学。与那原中。幼虫ね、幼虫。幼虫、幼虫屋さん。幼虫、幼虫。与那原中のこと幼虫って言うんですか。言わない。いやいやいや、修吾さんもいい感じでケミストリー起こしてますね。起きてる。起きてますよ。東京ハブストーリー、じゃあ君さん、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。あギブさんがどういう方か、うん、人生を紐解いていきましょう。はい、ページ1ページ目、ギブユーコさん42歳、はい、声優司会業構成作家。そうなんです。なるほど。はあ、沖縄出身声優の草分け的存在。ちょっと言い過ぎだけどね。今夜のゲスト、ギブユーコさんは沖縄を代表するデージ人気な声優さん。これまで数々の大ヒット作品のキャストを演じ、沖縄出身の声優としてまさにパイオニア的存在。私ビビッときたの。きっと何かに呼ばれて行ったんだと思う。これが一生の仕事かもしれないって、逃しちゃいけないって心の声が叫ぶの。口笛も音楽も好き。広島県竹原市が舞台の大ヒットアニメ玉ゆらではメインキャストの一人、桜田真音役を演じ、今なお多くのアニメファンを魅了しています。基本は声優業がメイン。そうですね。で、司会は、まあ、いろいろイベントの司会もするんですけど、はい、婚礼司会とかも、はい、近年はやらせていただいていて、はい、私が人生で一番最初に結婚式の司会をしたのは、はい、この番組の第2回に来た泉川優希さんの結婚式。あ、そうなんですか。そうなんですか。そうです。そんなつながりがあるんですか。優希さんの奥さんが私の高校の同級生なんです。あ、そうなんだ。そうなんですか。やっぱ沖縄な、つながるな。すぐね。東京ハブストーリー以来でもこういうつながりがさ。一人挟んだらすぐ知り合いだからね。じゃあちょっとね、どんな道を歩んできたか紐解いていきましょうか。はい、与那原町の出身で、与那原東署からの与那原中、はい、アニメ大好き少女。そうなんですよ。これ写真が、これ一昨日の写真ですよね。これ一昨日ですか。違いますよ。飲んでから顔がこんなになったんじゃなくて。あ、じゃないですね。小6ですね、これは。小6の修学旅行。目立ちたがり屋 で、みんなを楽しませるのが大好きな感じでしたね。だから事あるごとにこの芸を披露してますよね、私。あ、これなん、これはなんかのモノマネ、モノマネですかね。なんかのってもう分かるでしょ。ごめんなさい、ちょっと今一回見れますか。そんな急にはできないよ。できそう。うわ、ノリいい。ノリがいい。大丈夫です。ありがとうございます。こんなありがとうございます。すいません。ありがとうございます。本当にありがとうございます。この番組でそんな力出さなくて大丈夫です。ありがとうございます。この頃からそういうこうなんかムードメーカーというか。あーね、好きでしたね。でやっぱ当時からアニメ大好き少女。そうですね、うん、でもまあ小学生だったらね、みんなもアニメ見てもいいから、まあ、ね、まあまあ、当時見てたのはどの辺ですか。アニメは中学校ぐらいだったら、もう悠々白書、ね、悠々白書ね、うん、すごかったっすもんね。もうね、クラマとヒエのカップリングがね。で当時まだアニメオタクって今ほどね、うん、そうですね、なんかオタクがちょっとまだちょっとバカにされてたぐらい。あんなこんなおしゃれなサブカルじゃなくて、はいはいはい、だからすごい隠すべき秘密の趣味でした、はい、あーそっか。そうですよね、サブカルとオタクがまだちょっと別物でしたよね、うん、あの頃ダメだった、言えなかったな。あ、言えなかったっすか。内緒でした。でも超切り抜きとか集めてたけどね。当時は、どういう将来の夢みたいなのを持ってらっしゃったんですか。あ、でももう中学ともなると、うん、あの声優っていう仕事があるのを知ってたので、はい、もう完全になりたかったです。でもあ
にやっぱネットが発達してないから、うんうんうん、どうやったらなれるかを調べようと思って、はいはい、図書館に行って、はい、声優になるにはって本があったから読んだ。あ、そっからなんすね。そうなんだ、うん、じゃあもう当時から声優になりたいっていうのはもう中学の時点でですよね。そうですね。でも小学校5、6年ぐらいから意識はしてると思います。早いですね。まあ、漫画家が声優だなみたいな。あ、もう完全にそっち、うん、吉本行こうとは思わなかった。吉本行こうって沖縄のおばあとかに言われたでしょ。あんた吉本行きなさい。そこからですよね、うん、未来を向けてアニメの世界に入りたいと思いながら、うん、はい、そうです。どんな道を進んだか、楽しいですね。あ、そこから知念高校で進学、うん、強豪放送部に所属。そうなんです。知念高校は放送部っていうのは有名というか、強豪、その当時はね、強豪だったんですよ、うん、あ、そうなんですね、うん、池原初子先生っていう、はい、まあ、その知念高校の放送部のその当時顧問の先生がいらっしゃって、はい、でその方は高校放送界の、まあ、沖縄ではレジェンド的存在 でその先生に指導していただける高校が、まあ、自分の通ってた中学の隣にあったもんですから、はは、私が在籍してた時が、はい、多分一番なんか賞をもらってる時だと思います。そうなんですね。25人ぐらい部員がいて、はい、なんか文化系の部活の割には大所帯だったんですね。でも全国大会とか県大会全部で賞を取って。そうです、そうです。先生のおかげで、もう私あのアナウンス部門では沖縄県大会で優勝してるんで。この当時って、はい、遊びはどうでした？どこで遊んでました？あ、遊びに、いやでも部活が忙しすぎて、あ、そんなに遊びに行けてないかな。なんか活発女子っていう、ね、なんか印象は今持ってますよ、はい、いや超インドアですよ。本当ですか？今さえあればアニメ見て漫画見てる。本当ですか？さらに声優になるためのステップとしてこんなアルバイトも経験。この当時からもう、うん、あの子供賞の司会のお姉さんのアルバイトしてるんですよ。それはすごいな。早いです。そうです、三栄とかいっぱい回って、はい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 、ヒーローショーやりました。とここでまたしても。ちなみにヒーローショーの司会のお姉さんってどんな感じなんですか？ヒーローショーの司会のお姉さん、いいですか？もうできないよ。やりたがるわ。すいません、立ちますよ。立ちますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、とっても元気なお返事どうもありがとうございます。今日はこの会場に半次郎が来てくれますよ。半次郎が登場する前に、はい、みんなと3つのお約束があります。1つ目のお約束はお席を立たないことです、うん、みんながお席を立っちゃうと後ろのお友達が見えなくなっちゃうよね。自分が立ってるけど、はい、お姉さんの声すごく若いから、みんなお姉さんのこと若いと思ってるかもしれないけど、その距離で見るのが一番可愛いの。じゃあ続いて2つ目のお約束、2つ目のお約束は写真を撮らないことです。あら、ダメなんだ。思い出は瞳のシャッターを閉じて心のアルバムにしまってくださいね。すごい。ちょっと待って、それでは最後3つ目のお約束、最後聞こう。3つ目のお約束は、うん、元気な声で半次郎を応援することです。あ、嬉しい。みんながちゃんと応援してくれないと、うん、カレー屋さんが潰れちゃうぞ。さあ、それでは大きな声で半次郎を呼びましょう。はい、せーの、半次郎って言って吐けます。うわー、すごい。完璧。え、営業一緒に回りましょう。一緒に回ったら絶対ウケるやん。すごいよ、ちょっと。いや、それで地肩つくよ、これは。すごいよ。高校生でこれやってたら、そりゃ地肩が、すごいっすね。声優、構成作家とマルチな活躍を続ける与那原中出身の儀部裕子さんとユンタク。幼い頃から描き続けた声優になるという夢、それは決して簡単な道のりではありませんでした。声優の夢を叶えるために上京し、はい、養成所へ、はい、でしかし厳しい現実に直面ということですけど、もう今はあんまりないんだけど、集団上京で東京に出てきたんですよ。ほー、そう、高校でも上京して就職先が決まってる状態でみんなで出てくるやつ。そう、社員なんだけど学校に通えるっていう制度で、うんうんうん、もう30人ぐらいの沖縄の子たちと一緒に上京してきたんですよ。面白い、はい、やっぱり沖縄ではね、アナウンスで優勝とかしてますから、うん、私が声優になれないはずはない、うん、なるほど、自信がありますもんね。東京で天下取ったるっていうテンションで、うんうん、もちろん来たんですけど、うんうん、まあ全然ね、そうもいかなくて、結構もうポキッと折られちゃったんですよ。養成所
に入ったけど、はい、やっぱなんかそこから事務所に入らないとオーディションとかはもらえないので、あ、そっか、はい、で養成女性にオーディションが来ることはやっぱりないから、うんうん、なかなかそこから事務所に上がることができなくて、そうなんだ、あれ思ってたより簡単になれないなと思って、ずっとバイトですね。そっか、うん、もうオーディションに受からないとかっていうより、そもそもオーディションを受けれる場所に行くまでが大変だ、結構大変でしたね。へえ、声優オーディションってどういうやり方なんですか、そのオーディション現場って。作品がありきなので、はい、まあ、こういう作品ですっていう作品概要とキャラクターの概要と、うん、あと何個かセリフをもらって、うん、でそれを、読み込んで、うん、スタジオに行って実際に読んでみた。でまあちょっと監督とかから要望があれば、もうちょっと幼くしてくださいとか、もっとなんかあの悲しい気持ちを強めにとかのディレクションがあって、でもう一回読んでお疲れ様でしたって返されちゃうんです。でそれも当然録音してるから、また後で聞いてみんなで会議をされると思うんですけど、じゃあバランスとかもあってってこと、うん、そうだと思います。この人絶対この人にしたいけど声がぶつかるから、この人上手だったけどこっちにしようとかは多分あると思います。そうなんだ、うん、じゃあそこから事務所に所属して声優としてデビューするまでは上京してどれぐらいかかったんですか。4年かな。あ、でもなんとかね。でも、はい、なんか22がギリ、なんかちょっとちっちゃいゲームに出たりとかして、うん、でテレビに出れるようになったのが23ぐらいだから、まあ、4年か5年ぐらいなんですけど。そっか、でももうそれでも遅咲きでしたね。その間に心折れてやめようみたいに思ったことはなかったですか。あー、なれないはずはないって思ってたのと、あとその時は声優になれないと死んだ方がマシだと思ってたから。うわー、そうですか。それぐらいの覚悟があったってことですよね。だから、うん、そうですね、や、うん、やめたいと思ったことはないかも。そっか、もうでももう小学校でアニメ好きになって中学ぐらいから描いてる夢だから、うん、もう人生が声優になる夢だけでもほぼ生きてきてるわけですね。そうですよね。急に別の仕事を何やりたいって言われてもちょっと思いつかないぐらいそれしか考えてなかった。はそういう意味ではまあちゃんとその機会で仕事ができてよかったね。ねえ、そうなんです。2009年にフリーランスに転身。あ、そうなんですね。じゃあそれまでは所属の事務所があって、うん、はい、一応、うんうんうん、ありまして、うん、これフリーランスに転身っていうのはどういうきっかけになるんですか。海物語っていう作品で、はい、方言監修もやらせていただいたりとかして、はい、であとはあの青い花っていう作品で、うん、まあ、あのメインの2人の主役の中の1人をやらせていただいたりとかしたので、うん、割と私の知名度が上がってきてるタイミングではあったんですよね、うんうん、その時にあの事務所を離れたんだけど、うん、なんか直接ちゃんと電話がかかってくるようになって、うん、あ、なるほど、これ入らなくてもできそうと思って、そのままずっとフリーです。声優さんの世界ではフリーになるっていうのは結構よくあることなんです。最近は多いかもです。あ、そうなんだ、うん、今までは、うん、事務所にいないとオーディションっていうのはもらえない、うん、というか降ってこないものだったんですけど、うん、フリーになるとその人を呼びたいオーディションっていう限定されたものにはなりますけど、うん、誰か監督が彼女を呼んでみてとかってなってるから、ある種イニシアチブのあるオーディションですよ ね、 ね、だからある程度自分の声とキャラクターが決まった人はもうフリーになって、うんうんうん、ある程度仕事がやっていけるっていう、うん、そうですね、はい。事務所を離れフリーで活動の幅を広げてきたギブさん、大ヒットアニメ玉ゆらとの出会いは声優人生の大きな転機になったんだそう。声優の仕事って、うん、作品を作る上で本当に一番最後のちょっとしたところを手伝う仕事なんですよ。アニメーターさんがね、アニメを書いて、まあ、最初に、まあ、脚本打ちとかがあるんだけど、はい、でまあ、こういう風に作品を作っていきましょうって打ち合わせが終わって、うん、絵を起こして動きをつけて、うん、でそれがアニメになる最後の味付けみたいな部分なんですよ、声って。もう本当に一番最後にちょっとだけ手伝うだけなの。そう、発想はなかったな。なるほど。なんだけどこの作品に関してはもう最初から何をやりたいかかをすごく打ち合わせをさせてくれたりとか、こうしたら面白いんじゃないとかの提案をいっぱい聞いてくれて、なんか作品作りのこう一員になれたような気持ちにすごくなったんです。そっか。そう、もちろん声優ってキャラクターを作る大事な要を担っているので、あの作品作りの一番大事なとこだけど、やっぱ参加できる時間ってすごく短いんですよ。作品全体で考えると、うん、アニメの30分のアニメを1本撮ろうと思ったら
多分普通にみんなで集まるコロナ前のアフレコだったとしてももう3時間4時間で終わっちゃうんです。ああそっか、そんなもんですか。そうでも本当はこのアニメの1話を作るのにもうすごい長い時間をかけてみんなで打ち合わせをしてるし、その最後の1助だけを担ってる。なんかあこんなに最初からやらせてくれるんだと思ったらめちゃくちゃ嬉しくて楽しくて。あよく考えたそうですね。そっか、うん、すごいですね。私って、まあ、もちろんお芝居が好きだから声優になったけど、うん、なんか作るのが好きなんだっていうことにこの時気づくんですよね。天気ですね、うん、そうなので、うん、あ声優じゃなくても死なないなこれって思ったんです。あここでそう声優やれない人生なんかいらないって思ってたけど、うんうんうん、私みんなと何か作ってエンターテインメントを届けるのが好きなのねと思って、だったらどんな関わり方でもいいからエンターテインメントを作ってみんなに届ける仕事ができるんだったら何だって面白いし何だってやりたいって思ったんです。はあ、すごいですね、うんうんうん、でそれも全部人生で今までやってきたことが全部集約された結果気づけたわけですよね、うんうん、なんかつながった感じがしました。やっぱいろんなことをやってきたけど、うん、やってきたことに全然無駄なことは一個もなくて、うんうん、あこういうことがあったから今があるんだみたいなのをきちんとつなげられた感じがしたので、うんうん、今アニメの、まあ、番組を宣伝するラジオだったりとか、まあ、声優さんの個人のラジオだったりとかの、構成作家として台本を書いたりとか生配信とかあとはその番組作りとかの時にあっち側に立っている感じですね。はすごいな完全裏方みたいな。そうですね、何でも嫌ですね。何でも嫌です。裏もできるし表もできるし。上は玉浦のイベントの。あそうですね、あのこの玉浦っていう作品が佐藤純一監督っていうあのセーラームーンの監督の作品なんですけど、はい、この監督と一緒になんか2人でトークショーとかするのを結構させていただいて、これねアニメートの沖縄の国際通り店でなんかトークしてサインとかさせてもらった時なんですけど、もう東京に行くんだって言って、うんはい、まあ、玉浦とかもう自分なりに結果を出して、うんうんうん、沖縄にまあ凱旋というかね、はい、戻る時ってどういう気持ちというか、うん、ご家族の反応とかどんな感じでした、うん、その時。でもねあんまり分かってないんですよね。あご家族は。そうなんか声優って仕事をそもそも知らなかったし私がなるまでは分かってないんですよね。だから東京で声優になりたいんで行ってきますちょっと勉強してきますって言って、はいはい、あの上京して、はい、声優って何なんだろうって多分思ってて、23の時にデビューした恋恋セブンっていう作品は、うんはい、あの私コスプレして主題歌とかも歌ってるんですけど。すごいマジで何でも嫌ですね。でその時にあの DVD とか送って、はいはいはい、初めて親が、うん、声優ってこういう仕事なんだっていうのを気づいたというか分かってくれて、あこういう感じ仕事をしたいから沖縄から出たかったんだ、うん、じゃあしょうがないなって多分この時に初めて思ってるんですよね。そっか、それで納得してくれて。そう、それまではいつ帰ってくるのみたいな感じは確かにありました。たまごっちは劇場でやったんですけど、はいはい、父と母2人で見に行ってくれて、はい、で平日の、ね、昼間かなんかに行ってくれたんですよ、はいはい、だから子供の映画だから、はい、平日の昼間行ってもお客さんなんかいなくて、はい、父と母2人だけで映画館で見たすごい劇場さんごめんねとか2人のために、でもそれはそれでなんか特別いや、まあ、いい思い出になるじゃないですか。家族だけのその一つの家族だけのための映画館ねえ、だからチャマメッチアップで映ってる時なんかもうギブ家しかいない映画館面白っちょっとこう東京で成功したことがまあ親孝行にもなってるし、まあ、そうですね、うん、なんとかね顔向けを、うんができるくらいはなりましたけど、いや素晴らしいと思います。さあそこからですねめくってまいります今後の夢と、うんはい今まで振り返ってっていうことですけども、うん、人生で無駄なことは本当に一つもないなって思うくらい、うん、割とこうどの年代も充実してるなっていうのが、うん、あの今42年を振り返ったところなんですけど、はいはい、でもまだまだやりたいことはあって、うん、私アニメの脚本を書いてみたいなっていう夢があるんですよね、はいうんうん、今はちょっとイベントの方で関わってくるところからの台本を書いたりしてるけど、うん、そうアニメができるまでの一番最初のところは脚本のところからスタートするので、はい、もうそういう感じで作品に関わりたいなっていう気持ちもあって、うん、
て、あと、まあ、たまに頼まれたらなんですけど講師の仕事とかもしてるので、はい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 、まあ、なんか沖縄出身の子たちがまた声優界で羽ばたいてもっともっと欲しいなって思ったりもしています。私の時は全然あの沖縄出身の声優って本当に少ししかいなくて、はい、なんか私の存在を知って、うん、あ、沖縄出身の人声優いるんだって思ってくれた若い子たちも今声優として活躍したりとかしているので、うんうん、そう、なんかその子たちと現場で会うとすごく嬉しくて、もしもじしのちゃんとか、はあ、あとはつむぎりさちゃん、はい、この子はね、養成所で教えたこともあるんですよ、そうなんだそう島袋みゆりちゃんはなんか私が夜の丸に帰ってイベントやった時来てくれたりとかして、そうだからなんかちょっとそのまだ彼女たちが高校生だった頃に会えた子がプロになって現場で会えたのがすごい嬉しくて、いやーすごいですね。だからこれからもぜひあのなりたい人はそれを目指して東京に出てきてほしいなと思います。沖縄出身の声優っていうものをどんどんこうコミュニティとしても広げたい。そうなんですよ。でその沖縄出身の声優になった子はみんな私のことをねえねえって呼ばないといけないんです。うん、まあまあまあそうでしょ う。いやいやいや、まあまあ、私任せ、ゆうこねえねえって呼ばせてるからみんなに今ゆうこねえねえそうですね、なんか分かんないですけど逆らえないものがありますうん、2人もゆうこねえねえって呼んでもいいけど、あ、まあ、呼ばせていただきます呼ばせて私の後輩たちが今度ハブストーリーのゲストに来た時に、うん、このゆうこねえねえの話をちゃんと聞いてみたいです圧がねえどんな風になってるかね、はいはい、そうですよね。でもあ、じゃあやっぱ沖縄の声優界の未来もこれからは見ながら、うんうん、この先活動していきたいっていう感じ。そうなんです、まあ、なんか沖縄の人ってなかなか沖縄からなんだろう出ようっていう気持ちになるところに少しなんかね、うん、まあ、ちょっとねその一歩を渡るっていうの、ね、一歩が本当に出ない人が多いじゃないですか、はい、うん、で確かにもう出たくないって思うくらいいいところなのは間違いないんですよ、はいはい、もちろん、うん、でも沖縄を一歩出ての自分のやりたいことに挑戦して、うん、改めて沖縄を見直すと、うん、やっぱり最高だって思うことがすごい多いから、うん、なんか好きだったら一回出るの絶対ありだと思うんですよね、はいはい、だからやってみたいこととか挑戦してみたいこととかあったらぜひ一回沖縄から出て、うんうん、それでなんかあのもう一回自分のふるさとを振り返ってほしいなと思います。いや素晴らしい素晴らしい、自分の思いを最後カメラ目線で言ったゲストが初めてなんでちょっと慣れてるなって感じに出しちゃってごめんなさいね見事でしたよね面白かったし刺激的だったし、うんうん、いい話いっぱい聞きましたけど、ターニーさん、はい、はいはい、ゆうこねえねえ、はい、はい、どんなねえねえでした。いやもうこれに限ると思います、うん、もうトレダカン中ですねハブピースハブピース、はい、もうトレダカ抜群でしたね。そうですね、うん、トレダカン中です本当あのおかげさまで、ね、はい、そうですね、もうトレダカ最高でございましたゆうこねえねえ、ちなみになんですけど、はい、最初の写真のこの修学旅行の時のこれって何のモノマネしてるんですか、もうさ、わからない、わからないんですよ、何回振っても出来上がるのよ、そしてすいません、もうこのまま締めよう、本日のゲスト、ディム・ユウコさんでした、ありがとうございました